マシンの感触はいかがでしょうか。そうです、まだちょっと乗ってないんでよくまだ感触的にはつかめてないんですけど、まあ、間違いなく前よりはいいかなっていう感じがすごく大きいです。軽さが効いてるっていうか、ブレーキングでの止まり具合とか、あの加速の仕方とかが前に比べて非常に良くなってると思うので、ハンドリングとかはちょっとまだ分からないっていうか、でも間違いなく良くなってる方向だと思う。一戦一戦を大事にして、それであの最終的にチャンピオンを取れればいいかなっていう形は僕は思ってます。なかったかもしれないので、もう元通に行くって具体的な、ね、あの目標もあって、はい、やりがいがあるんですか。そうですね、まあ、あの完全に決定ではもちろんないので、まあ、今年自分次第なんで、自分がちゃんとやって自分がしっかり結果を残さないといけないことなの でそこをやっぱり頑張って、まあ、いけたらすごく嬉しいなと思ってます。今年も JGP2 クラスで参戦する野沢レコです。今年もチャンピオン取るので応援よろしくお願いします。